水耕栽培でトウモロコシを育てました。こんにちは、空の香りです。トウモロコシといえば春に種をまいて夏に収穫するイメージなんですけれども、夏にまいて秋に収穫することもできるそうです。それならトマトやキュウリ栽培の終わったタイミングにもってこいだなと思って育ててみました。とは言っても我が家の狭いベランダでは大きなプランターは置けませんし、土も使いたくないので、今回も小スペースの水耕栽培で挑戦しました。その方法と奮闘の様子をぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。では始めます。種はオータムイエローという品種の秋鳥トウモロコシです。乾燥させた粒に赤いコーティングをしたような感じで結構たくさん入っていました。容器は何でもいいと思いますけれども、4本育てる予定なのでプラカップを2つ用意をしてバーミキュライトを入れました。種をまく前に水を入れて全体を十分に湿らせておきます。そうしたら深さ1センチぐらいの巻き穴を作って種を入れていきます。1センチといっても種が大きいのでとても浅い感じになります。一応2つのカップに4粒ずつ撒いてみました。最後にバーミキュライトをかけて軽く鎮圧をしたら垂れ巻き完成です。種が乾かないように霧吹きをかけながら発芽を待ちます。3日後、早くも左のカップに芽が出ました。右の方はまだみたいです。5日後、真夏だけあってみるみる伸びてきます。でも右側のカップはまだ発芽すらしていません。同じように種まきしたのに謎です。翌日、まあ4本育ってるからいっかということで植え替えをすることにしました。ここで用意をしたのはまずハイドロボールとポリポットです。ポリポットはネットやホームセンターで安く売っていますけれども、そこに穴を開けたプラカップでも良いと思います。それから空の牛乳パックを用意して、根っこが伸びるまでこれで育てようと思ったんですけれども、成長が早くて結果的に1週間ぐらいしか使わなかったので、この過程はなくても良いと思います。牛乳パックは真ん中で切断をして4つ作りました。苗は取り出す前に水を入れてバーミキュライトをゆるゆるにします。そうすると根っこを傷めないで簡単に取り出せます。念のためにポリポットの底には穴を増やしておきました。ハイドロボールと一緒に苗を植え付けます。そして液体肥料を入れた牛乳パックにポリポットを入れます。これがシンデレラフィットするんですよね。4つすべてできました。1週間後、どんどん大きくなってきたので最終的な植え付けをすることにしました。すでに根っこがこんなに伸びています。容器はダイソーのクーラーボックス 7.4 リットルのタイプです。少し前までキュウリやトマトを育てていたお風呂なので、すでに加工していますけれども、この裏面のようにポリポットの大きさに合わせてリメイクをすることにしました。ハンダゴテを使って線に沿ってくり抜いていきます。2つの容器に2箇所ずつくり抜きました。そこへポリポットをセットします。容器に入れる液体肥料の量は出ている根っこが3分の2程度浸かるようにしました。こんな感じでベランダの柵の際に設置をしています。奥行きが20センチもないので、これだと狭いベランダでも圧迫感がないです。それから5日後、順調です。エアーポンプ用の穴が開いていたので水位が少し低いんですけれども、根っこもちゃんと伸びています。このままだと雨が降るとポリポットから水が入ってしまうので、苗の固定を兼ねてスポンジで固定することにしました。ダイソーのスポンジを半分に切ったら、だいたいポリポットの大きさになります。真ん中に切り込みを入れてハイドロボールの上にかぶせるだけです。
完全に塞がれていないですけれども、ベランダなのでこれで十分です。また数日後です。初めに全部まとめてやればいいんですけれども、クーラーボックスの後ろに切りで穴を開けてあるので、そこへエアーポンプをつけました。これで根っこが酸素をたくさん吸って元気に育つのを期待します。10月になりました。だいぶ背丈が大きくなっています。ベランダだと突然の強風で倒れたりする可能性があるので、柵に紐をかけて予防をしました。茎の先端を覗くと雄花にあたる幽水が見えます。それからみるみると出てきました。台所の排水ネットをかけているんですけれども、なんでかけているかというと、この幽水が私がトウモロコシ栽培で最も恐れているアワノメイガという虫を引き寄せるそうだからです。網をかぶせても匂いでやってくるんじゃないかということにこの時は気づいていません。葉っぱになんかいますよね。この幽水は受粉させてトウモロコシを作る重要な役割があるんですけれども、虫を見て気が焦ったのか早々に切り落としてしまいます。まだトウモロコシの実になる地水が出ていないので、あと3つあるから大丈夫でしょうみたいな勢いだったと思います。翌日にはそれでも心配で全体に不織布をかけるという手段に出ました。不織布はダイソーで買ったもので、支柱はラクダ縄を使っています。数日すると他の幽水も伸びてきました。花粉が落ちるくらいになっていますけれども、まだ子穂が育っていないので、ちゃんと無事受粉できるのか不安になってます。そこでですね、花粉の保存を試みてみました。ダイソーで買った乾燥剤と一緒にタッパに入れて冷蔵庫で保存しようとしています。なんでそんなことを思いついたのか忘れちゃいましたけれども、後で調べたら花粉の寿命は2日とも20分とも言われているので、無駄な努力だったかもしれません。しかも翌日にはトウモロコシの実、子穂が出てきてくれました。赤ちゃんヒゲがふわふわ柔らかそうで、すごく可愛いです。これならなんとか生きている花粉をつけてあげられそうです。幽水を取って子穂のヒゲに花粉を振りかけます。どのぐらいかけたら良いのかわからなくて、かなりしつこいです。花粉をつけるとせっかくふわふわしていたヒゲがなんかゴワゴワした感じになって残念でした。横から見るとトウモロコシっぽい膨らみもできています。その2日後にはもう一つヒゲが出てきました。こっちにもいます。4株しかないからか、子穂と幽水の受粉のタイミングがとても難しいです。この幽水もかなり花粉が落ちてしまっています。この時は花粉の寿命なんて知らないので懸命に受粉をさせていました。翌日です。結局3番目の子も同じ幽水で受粉させていますけれども、もはや花粉が残っているでしょうか。結構ボロボロですよね。そして4本目の子も無事に子穂が出てきました。栽培から62日後、冷蔵庫で保管していた花粉も振りかけたりして、一応4本とも受粉を済ませました。またカメムシが紛れ込んでいます。だけどこの不織布のおかげか、ベランダということもあって泡の名画は見ないで済んでいます。あとはトウモロコシの実が無事にできることを願うばかりです。そして11月になりました。見た目には順調に膨らんでいます。新しい子もできました。触ると小さいけどトウモロコシの形になっています。でも1つの株で2個育てるのは栄養が分散されてしまうそうです。小さい子はヤングコーンとして食べることができるそうなので、この時点で収穫してみることにしました。
中身を見てみると柔らかいヒゲに覆われた可愛らしいトウモロコシがいます。見るからに美味しそうだったのでそのまま味見というかがっつり食べちゃいました。甘くて柔らかくてすごく美味しいです。なんならヤングコーンだけを栽培するというのもありだなと思いました。11月10日、栽培から78日が経ちました。見た感じでは立派に育っていて、とても美しい光景です。収穫のタイミングはヒゲが茶色くなったら、またはヒゲの出た日から20日後だそうです。収穫の適期は 2、3 日の間で、収穫が遅れると果実の水分が減って味が落ちてしまうそうなので、私にとっては最後の難関です。ちょっとめくってみたりして良さそうな感じもするので収穫することにしました。まず1本目です。気になるので速攻皮を剥いてしまってますけど、後で蒸すことを考えたら皮はつけたままの方が良いです。なかなか美味しそうな感じです。2本目です。そのまま3本目、4本目も収穫しました。中身が気になってどんどん開けていってます。この子は先っぽだけできてませんけれども、まあまあいい感じです。次の子は小さめで粒にばらつきがあります。最後の子は見た目の割に小さい子でした。収穫した4本を並べてみました。全体的に小さいのはボックスの容量が少なかったからかもしれません。でも思ったよりもちゃんと受粉されていて粒も詰まっていたので安心しました。残った茎や根っこを撤去します。根っこはぎっしりだけどまだ綺麗で美しいです。感謝を込めて片付けました。これは茹でた後のトウモロコシだと思うんですけれども、こんな分かりづらい映像になってしまいました。一番大きい子は夫に試食してもらいました。他の子も見た目はともかく味はとても甘くて美味しかったです。今回の反省点を踏まえてまた挑戦したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。